して農学部選んだんですか？うん、農学イコール農家で絶対にないです、うんうん、日本酒の飲み比べて授業もあります。これ超面白くて、どうもサリーコーチ代表の伊沢です。翔太です。今日は特に高校 1,2 年生向けに東大農学部って実際どんなことをやっているのかっていうのをインタビューしていきたいと思います。実際に自分が東京大学の時は農学部に通っていたので、農学部ってどういうとこなのか、農学イコール農家って思ってる人いませんか？いろんなそのイメージを払拭するために話せる限り話していきたいと思いますので、農学に興味がある方はぜひ最後まで見てみてください。最後、はい、それではまず一つ目、進学した理由について質問していきたいと思います、うん、どうして農学部を選んだんですか？自分は東京大学に入った時に理科二類っていうところに入ったんですけど、そもそも一つ目の理由としては理科二類から農学部に行くための枠がすごくあったこと、うん、結構理科二類に入った人って行くところが理学部か農学部かあと薬学部っていう選択肢がほとんどではあるんですけど、その中でもやっぱり農学部は一定数人気な学部なんですね。でちょっと周りが行くからっていうところもあって一つ乗っちゃったところはあります。であとは自分の場合はその先の将来何をやりたいかもあまり決まってはいなかったので、農学部に行って、まあ、大学院に行くことを前提として考えていたので、大学生活をまあ長く生きる中でどういうことをやりたいのかについて考える時間が欲しかったなっていうのも思って農学に入りました。もう一個、大学2年生の時、新振り前ですね。新振りについては他の動画で上げてるのでぜひ見てみてください。大学2年生の時に受けた農学系の授業でバイオテクノロジーについて紹介をしている授業があって、それでバイオテクノロジー面白そうじゃんっていう、まあ、なけなしの知識ながら思ってすごい可能性感じたので、それで農学部に行こうかなって思った次第ですね。なるほど。結構理系の人は院を行くことを視野に入れる人も多いんですね。大体が規定路線って思う人がほとんどなので、そうですね、もう新振りの時にも大学生活6年ってことを考えてから行く人が多いかなと思います。文系の人とかからすると結構意外なんじゃないかな。でも4年前提だからもう3年生になったら就活、就職活動が入ってくると思うので、うんうんうん、それを前提に軽い選ぶ人たちが多いんじゃないかなと思いますね。はい、では続いて農学部実際進学してみて分かった雰囲気や特徴についてどうですか？ここですよね、一応、うん、農学イコール農家でも絶対にないです、うんうんうん、ただ農学部ってめちゃくちゃ学問の幅が広いんですよね。例えば自分が行ってたのは農学部の生命科学工学専修というところに通っていました。ここの専修では微生物について扱う学問が多いので、例えばそれこそお酒を作る勉強とか、お酒って微生物が作ってるのでお酒の勉強であったり、あとは何だろうな、森の中の微生物についてとか、あとはウイルスとかそのあたりについて研究することが多いですね。で実際に面白かったのが日本酒の飲み比べって授業もありました。これ超面白くて、こういうお酒はこういう環境でできたからこういう風な味になるんだよみたいな感じですね。そういう授業もありましたっていう風な微生物系の学問もあれば、獣医学部も農学部に入ります。もう動物を扱ってから動物を調べたりってところも農学部、あとは木材に関しても農学部、海洋系の生物に関しても農学部になることが多いって感じで、もうめっちゃ面白いですよね。なんで農学が1位に何かって言われてもなかなか説明できないなと思うんですけど、なんか理系の中で面白そうなことは結構農学部に入ります。なるほど、確かに。っていうところと、あと、大学の雰囲気としては東京大学農学部は専門のキャンパスがあります、うんうんうん、それが弥生キャンパスっていうところですね。これは東大で一番有名な赤門のキャンパスがある、うん、実際に翔太さんが通ってるのが赤門のキャンパス、そうですね、本郷キャンパスですね、うん、本郷キャンパスの横にちっちゃくついてる、うん、なんか道挟んでますよね。そうなのよ、ここが弥生キャンパスと言われるところで、ここはもう農学部専用のキャンパスです。みんなここに通ってからここで研究とか授業を受けるっていう感じですね。なので東大のメインのキャンパスと比べてちょっとだけ閉鎖的というか、なんかちっちゃいコミュニティの中で勉強しているような感じはあります。でもう一個、東京大学農学部の特徴としては大学院に通う人がかなり多いです。自分の学部の場合は、大体8割から9割ぐらいの生徒が大学院に通って引き続き研究を続けるということがあったので、自分の場合は大学院には行っていないので、そこの行っていない人の1割ぐらいになるんですけど、まあ、ほとんどの人たちは大学院に行ってからそこから研究職とかに就く人が多いですね。結構同じ農学部の中でも進路も違えば専門も違うみたいな感じで、うん、全然違う。例えば農学系の経済学部っていうのがある、農系って言われるところなんですけど、
ここに関してはほとんどの人が大学4年生で卒業してビジネス系に就職をしていくっていう、うんうん、一方獣医学部に関してはそもそも6年生医学部とかと同じ6年生の扱いなので、うんうん、大学院というかもう行くことはもう前提というか行かないと卒業ができないという仕組みですね、うん、なのでもう本当に農学部って言っても切り取り方で全然違うようなキャリア進んでいくかなと思います、うん、はい、ということで今回は東大農学部出身の伊沢さんに農学部が実際どんなところなのか実態をインタビューしてきました。やっぱり私たち農学部をあんまり知らない人からすると農学部農家のイメージがやっぱ強いし、こんなに幅広いってことをやってるって知らなかったと思うので、農学部行きたい興味あるよっていう人には参考になったんじゃないでしょうか。本当にもう幅が広すぎるので、うん、ネットで調べきってもなかなか調べ尽くせないところが、うんうん、もう授業を受けてみないとわからないこともたくさんあると思います。もしくは農学部に通っている先輩に話聞くのも全然いいかなと思うので、興味ある方はぜひ情報収集のところをちゃんとしてみてください。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。農学に関する質問があればぜひコメント欄までよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。